皆さんこんにちは。指導医2年目立花体育館田畑です。今日は腰の怪我予防ストレッチをやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、まずは皆さんお家にある棒状のもの、何でもいいので各自用意してください。今日はそれを使ってストレッチしていきますので、よろしくお願いいたします。まずはじめに棒状のものを背中にセットして、軽く膝を曲げます。足が地面から離れないように注意しましょう。無理してひねりすぎないようにしてください。左右5回を1セットずつ行っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、以上です。今度は棒状のものを膝の高さで持ち、左右に腰をひねっていきます。肘を伸ばして棒状のものを平行に持ちます。ゆっくり斜め上にひねっていきましょう。左右5回ずつ行っていきます。はい、それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。以上となります。次は棒を体の前に持って8の字を描くようにして動かしていきます。まず棒状のものを胸の高さで持ちましょう。肘を伸ばしてゆっくり左右にひねっていきます。左右に5回、軽く膝を曲げ肘を伸ばしていきます。足が床から離れないように無理をしないで行っていきましょう。はい、それではいきます。1、2、3、4、5、以上です。はい、3つの運動をすることで腰痛予防や腰の筋肉の疲労回復にもつながります。普段座る姿勢が多い方や運動不足の方はぜひ行ってみてください。それでは体育館で待ってます。